もう一点追加でお願いします。職員数が、全国一般行政部門で言えば全国平均を、下回った減少になっておりますけども、これからそういうそのまた人員計画を立てていかれると思うんですけども、どの辺が適当といいますか、これからその削減のペースというのはどれぐらいがその適切だと知事は思ってらっしゃいます？人員のその数っていうのはですね、人員の数からがで絶対的に出てくるっていうものじゃなくて、やっぱりその業務との関係ですね。ですからサービス、どういうサービスなりその業務をやっていくべきかというのを確定しながらですね、人については考えていくというのが筋だと思っています。そういう意味でそのまずそのどういう事業がやっぱり必要で、今や無駄をやってないかと、でまだまだ あると思うんですね。でそれを縮小していくと、ただ増える部分もある、もっと力を入れてやらなきゃいけない部分もある、そのバランスを見て、決めたいと思っています。それが大きな観点ですね。で、他方で予算の制約というものもあるわけですから、そういう観点も必要です。で、結論から言うとですね、今度は財政、健全化計画を検討しますね。その中でちょっと見ていきたいなと思っているという、朝日新聞です。先ほどお話しされた幹部登用のプロセスを変えるという点なんですけれども、ちょっと先ほどもちょっとお話しされたかもしれませんが、今回 その人事異動にあたっては、あの経営戦略の関連の組織ポストというのがその幹部登用のプロセスを変えるという一つの取り組みというふうに捉えていいのかどうか。ごめんなさい、審議会のところですか？じゃなくて、違います、他の各局に置くようなですね、スタッフ会議、とか、そういうようなところを利用して、それでその幹部登用のプロセスを変えていく一環として当てていくという、そういうような考えによろしいのかどうか。それも全体のことをおっしゃってるんですか？全体のことですね。他よろしいでしょうか？すいません、関連してなんですけども、はい、その幹部登用という話ですけれども、ある意味でこれまでずっと年功序列というのが色濃い組織ではありますけれども、それを崩すとなるとですね、どういうその物差しでそういう人事をするのかというところも結構大きなポイントになってくると思うんですね。そこら辺は知事はどういうふうにお考えなんでしょうか？物差しですか？例えばその人事評価とかですね、はい、そういう部分で言えばこれまでは年齢である意味みんなほとんどが横並びで上に出ていったような形ですけども、それ以外のその物差しはどう、評価の物差しですね、そこら辺はどうしようと思ってらっしゃる？いや、それはこれまでも当然使ってると思いますけど、成果を出せるっていうことですね。成果を出せる。で成果を出すっていうのは若い時とかスタッフの時には自分のやる仕事、自分のやる仕事っていうか自分がこう手を動かしてできることっていうのが、その成果になるわけですけど、組織のリーダーになっていくに従って、で大きい組織をまとめるに従って、自分ではなくて人に成果を上げてもらうということが成果になっていくわけですね。だからそういったことができるかということがやっぱり物差しになるわけですけど、いずれにしても成果を出していけるかどうかということが一番大きな物差しだと思いますね。もちろんベースとしての例えば、コンプライアンス意識がきちんとあるかとかですね、そのベースの人間性ももちろんあるという前提ですけれども、それと関連して
まあ、今人事評価制度は、はい、まあ、一定にあると思いますけども、その、まあ、給与に直結するわけでもなく、まあ、昇進には ある程度加味されているとは思いますけども、その評価制度そのものをですね、どうこれから評価していくかというのは何かお考えありますでしょうか。そうですね、やっぱり評価制度っていうのがですね、まあ、給与と、まあ、給与なりその、まあ、何らかのそのインセンティブとですね、つながっていくということは必要だと思いますし、まあ、その当然その評価もそういう成果の部分と、それからまあ、能力、さっきちょっと言い忘れましたけど、その能力の部分ですよね、つまりもともと持っている能力と、それから成果、これはまあやはり両方測らなければいけない、ところですけれども、それが企業なりそのポストなりに反映していくというようなことは進めないといけないんじゃないかなと思っています。NHK の稲垣です。大変野暮な質問です。今回のこの、まあ、人事をですね、自己評価をちょっとどう、まあ、実際に作っているようなです、ね、はい、どういうふうなものになったかなと、ご自身でお感じになっているか聞かせてください。まあ、自己評価といっても、まだわからないですね。まあ、それなりにこう、ある程度僕も、見えてきている部分もありますから、それで適材適所というか、それは考えてやったつもりですけど、最後はですね、これやっぱり1年間走らせてですね、それどこだったかっていう、そこで評価が固まると思うんですね。それがあるんですよね。他にありますでしょうか。でも時間も迫っておりますので、最後の質問にさせていただきます。たびたびすみません。2つ目のポイントの女性職員の積極登用なんですが、はいはい、まあ、これによって生まれる効果、どういったところに期待しているかというところを最後にお願いします。はい、まあ、まだまだ女性職員のですね、まあ、絶対数も少ないですし、それから幹部の数も少ないですね。で、まあ、これから女性の社会進出というか、それを県庁としても応援をしていかなければいけない。つまりその県庁の中ということではなくて、その県全体でやはりそれを応援していかなければいけないという中でですね、まず率先垂範、県庁としてやって範を示していきたいということなんですが、まあ、その割にはまだまだ足りないんですけれども、まあ、引き続きそれは頑張っていきたいと思っています。それでは予定の時間になりましたので、会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。